よじゃん。では、チームは勝つ。かもしれないっていうね。ああ、もちろんそう言っててね、ぶっ壊れゲームになったら即終わりますね。ジェイクがサボりジェイクかもしれないから、こっちもあげます。サボりって帽子っていうのと、あと、こういう風に、なるべく箱も開けるなら開けて、勝っていきます、ね。で、補充しながら勝っていく。それで勝てないならどうせ勝てないんだから。うん、ザリなパターンじゃない。どこなの？どうなの？やめるか。土俵が悪すぎるな。
せっかく回してたけど、でも状況判断しろ。他の味方を死ぬと、どれ戦ってるの？俺がやれることや。少しでも回してることはチームのためにならないか。ヘミはどこだったかわかんけど回したんだろう。ついてくれるはず。何してんだよ。マジでいらねえやつだよな、これよ、この野良モブよ。マジでこいついらねえやつだし、レオンなんて救助入らねえやつだし、信じらんねえよ、まずよ。今バーンしたのマジでレオンにイラついて、マジで信じらんねえよこいつよ。この役立たずのせいで発電機回しながら、この役立たずレオンよ。まともなやつは救助体制入ってるわ。マジで役立たずのゲームしてるわ。初期レオン使ってるやつはね、著しくね、悪いって感じの男版セーブルウォードみてえな。おい、本当に疲れるよな。いや信じらんねえだろ、すぐやめてさ。この人間性の悪さ驚くだろ。この見てわかるだろ、レオンのヤバさ、人間性。救助は入らねえで捕まったぐらいですぐもがいてやめるっていう論外プレイ最低だろ。ヘミのところが曲がれば勝機ある。そこでいいよ。てか、そこっつうか救助しろって話だろ、まず。回すんだよ、そこ。回さなきゃ熱くはねえだろ。もうレオンだけは許せないけど、ジェイクとフェンミンのために俺のリカバリー能力見た？普通レオンのやつがやるんだぜ。普通俺の凄みって見てわかるでしょ。で、救急箱あって俺回復しないんだぜ。俺が負傷で回してるあの凄さなんだぜ。これこれ、ヒュージャンダッドバラスーパースター、すごいでしょ。これをすごいって思えるやつが優秀なんだよ。ヒロちゃんって、なんか、言葉では偉そうに言ってるけど、プレイがマジで本当に人が優しい人だよ。言葉と裏腹よ。言葉は強気な感じで聞こえるでしょ。やってるプレイみんな崩壊しかけたゲームで、こんなもう、こんなやついいんだぜ、もう。普通、もがいて待ってんだろ。チームプレイはできないやつ。二人釣られても、発電機回すっていう、もう。普通のやつは救助体制入るわ。
とんでもねえやついただろ、モンスタークラスのとんでもねえつっかえねえやつ。そのリカバーをするのはヒロちゃん。ヒロちゃんの凄みってのはやってるプレイヤーほどわかる。これが難しいんだよ、本当はヒロちゃんのプレイってのは。高度なプレイを毎回行ってるのに人はヒロちゃんを評価できないっていうのがダメなところなんだよ。優秀なやつはもうヒロちゃんを評価する、すごすぎる。ヒロちゃんのプレイってすごいって思えるのが優秀。当たり前に見えてるプレイ、俺ってさ救急箱持ってても回復入れてないんだよ。そこの凄みなんだよ、ヒロちゃんの凄さって。当たり前に見えてるでしょ、野良当たり前にできねえから。あのレオンとかマジで戦力ないだぜ。なんですぐもがいてやめてんだよ。まず治療医だから言ってんだろ、ヒロちゃんの凄みって。血の番人とかもあるの、だからやめた方がいいの。あっちがあるじゃんね、すげえだろヒロちゃんって。これ見てみな、な、二度と言うなよ。俺が先に出てどうだこうだってダッセー発言二度とすんじゃねえぞ、レベル低いやつらが。な、教材にしろ、神プレーな。ヒロちゃんのこういうのがあるの、キラーを舐めちゃいけねえのな。だからヒロちゃんがすげえだろな、こういうパークもあるの、だから必ず一人が出ろと言ってんだろ。すげえだろヒロちゃんってな、口だけじゃない、それがヒロちゃん。こういう人を見てナンバーワンプレイヤーだと言ってる、言ってて、こいつを失笑してるやつの方がどうかしてる。で、出たのは誰、俺なんだよ。基本に忠実なんだよヒロちゃんって、一番原点なんだよ。基本に忠実すぎるプレイヤーなんだよ、言っちゃえば。基本に忠実でもうドマッドなことをやってるプレイヤー、言い換えれば。基本に忠実な人の評価っていうのは基本すぎて、全て基本じゃん。アデナチェイスがあるわけじゃなく、ライト救助もあるわけじゃないのに、こいつがいれば勝つんだよ。やってるプレイが全部言ってる通りなの。基本というのを大事にする、こういうのがあるんだよ、だから気をつける。こいつはまず論外だけど、こいつがヤバすぎてもう言葉出ないって。マジで影の実力者って何のためにあんの、もう、救助の時の、に必要な、あれで、じゃあ接近するなりなんなりしたら、もう、驚くわ。影の実力者持って、ジェイク吊るされてる間にフェンミンとこ行けよ、ほんとに。もう、マジで驚いたわ。俺がヒロちゃんの強み。俺がヒロちゃん。今、ハッチガチも無理して狙ってないんで、ほんと精神衛生上いいよ。時間もかかんねえし、うん、つまんねえやついたら抜けようとかもできるし、もう、二人目か三人、二人目で早くやられようと思ってるから、もう、一人目か二人目で早くやられてるなとかと思って、つまんねえやつはもう相手にしないっていう。